はい、ということで川水シリーズその2でございます。あ、こんにちは、つばきでございます。ですね、なんで川水に来たかっていう理由なんですけれども、ちゃんと理由があるんですよ。新しいからじゃないんですね。私、新しいとか古いとか私の時は関係ないんで、私は仕上げクリエイターなんで、仕上げがあるかどうかという理由で来ていますという話をちょっとしたいと思います。はい、ということでですね、川水に、川崎水族館に来た理由ですけれども、それは動物福祉向上の意識がすごく高くて、すごく一生懸命取り組んでいる飼育員さんが2人もここで働いているからなんですね。私が考える玄関っていうのは、任務は保全教育だと思うんですよ。保全施設なんですよね。で、保全って何かって言ったら、動物さんとが幸せになることを嬉しいと思う人を増やすことなんですよね。そのためには円環で動物福祉向上に取り組んで、それを伝えて、それを嬉しいって思う人を増やすっていうのが保全教育であり、円環の任務だと思うんですよ。なので基本は本当に大事なコンテンツって飼育員さんなんですね。で、熱い飼育員さん2人もいるんで、まだね、始まったばっかりの水族館なんで、まだそんなにできてないかもしれないですけれども、とにかくこの2人がいれば動物福祉向上を取り組んで、すごい高まって、それを伝えてくれて、私が嬉しく思えて、さらに私が参加して嬉しく思うっていう、その仕上げが絶対できるっていう確信があるので今日来ました。まだね、本当に空いたばっかりっていう学前なんでね、まだできないとかあるかもしれないですけど、これから行く方はね、ぜひそういうところを見て、飼育士さんの頑張りでどれだけ福祉が向上してるかを見てほしいです。で、福祉が向上するってどういうことかっていうと、動物さんがポジティブに選べる選択肢が増えてるっていうことですね。もし簡単に動物さんの専門家じゃなくて全然いいんですよ。もし自分がこのお魚さんでこの水槽で一生暮らすと思ったら、何が欲しいかなって考えて、欲しいと思ったその選択肢をどんどん増やす。で、お魚さんがそれをもし活用して、ちょっとでもね、そのお魚さんらしい生活を送れたら、よかったって嬉しく思う。で、それがシェアズハピネスウィズアニマルズ、動物さんとの幸せ共有体験で私が広めたいことですね。なので私はこういうシェアピな現場を YouTube とかいろんなもんで紹介することで応援する。あとはシェアピクリエイターとして、円環活性コンサルタントとして、そういうシェアピが増えるようなアドバイスをするということをしています。なので今日はね、川水ね、すごい実は期待してるんですよ。その2人の飼育員さん、本当に始まったばっかりで、飼育員さんが大変厳しい状況ですので、今日はなかったとしても、本当にこれから楽しみにしているということで、これが川水に来た理由でございました。ちょっとね、急いで早く見に行きたいんで、急ぎ気味の説明になりましたけれども、ということでした。こちらのお魚さん家はですね、なんか板に草を生やしたやつが用意されていて、お魚さんが食べたりしてますね。何でしょうこれ。いいね、これ緑化、水槽の中が緑化できる。さっき食べてたよね。あそこで。でも板の。あとはね、ちょっとでも広いことと隠れられるとかね、そういうところを見てほしいですね。あと、お水の流れ方とかね、水草があるとか、なんだろう、これが気になるね。これね、手作りかな、売ってんのかな、こういうのね。ね、多分これの絵があるから、この方のお家なんですけれども、まあね、こう本物の木とかで居場所を作ったりとか。床材も自然物で、ふわふわだったりね、匂いとか音とか楽しかったりでですね、おすすめの注目ポイントは寝室開放です。なんせね、どこのお家も動物さん家って狭いんで、奥穴開いてるの分かりますかね。動物さんが寝室ね、裏側と行き来自由になってるっていうのはすごいおすすめの選択肢で、これ今多分ね、それで寝室に行ってるんだと思うんですけど、こっちにお見かけしないんで、これはね、この動物さんに会えないんじゃなくって、この動物さんが裏で人目を避けて休みたい時に休めていて、本当に良かったなっていう風にシェアピル場面ですよ。皆さん、そういうお客さんが増えると円環側も安心して寝室開放ができるので、
あの寝室開放はね、もう抜かりなく皆さん注目して写真撮ってください。これ寝室開放わかりますかね、穴開いてるの。あれでね、裏でお休みになられてるといいなということでね、イグアナ産地でちょっとおすすめ選択肢を紹介しますとですね、こう水場がね広めっていうのも大事だし、まあ、この床材をこの方が好むかどうかは知らないんですけど、ここでねおすすめしたいのはこれ分かります、水面がゆらゆらしてて流水なんですよね。やっぱり水って汚れると途端に具合悪くなってるんで、こうここからね水が出てるんですけど、この流水っていうのもねとってもそうかポイントですね。ただ流水もね種類があって、循環水だとその循環のね質が悪いと帰ってきたない水が出たりするんでっていう風にね、なんか選択肢に注目しだすといろいろね詳しくなるんで、その辺は楽しんでいただけたらと思います。このイグアナ産地はなんとこの辺までウッドチップ敷いてあって、アルマジロちゃんがここで寝ておられるそうです。今ちょっこし動きました。どうですこれ、これアルマジロちゃんが見えないんじゃないんですよ。アルマジロちゃんが休めててうっとりな超シェアピってますよ。いいね、しかもちょっと動いたのがいいね。これ夕方になるとちょっと出てきたりするらしいんで、夕方もおすすめらしいですよ。いや今超シェアピった。いやいいね、ここで本当に思われて寝てるんだ。1名1名だけ、今は1名だけです。アルマジロはオス同士結構休暇放題でも喧嘩するらしいので。おーそうなんだ。今オスが2頭ですので、ここで一緒になることはないんですね。じゃあ交代で出る。そうですね、交代でここのエリアと、あとはあの緑のシルクジャンベリアでもう1個お宅があるんだって見ておこうと思ってます。皆さんこの辺です、この角っちょあたりにいるらしいですよ。おすすめです。あとはこのパンタナル水槽みたいに、まあこれはコの字の変わってますけど、ちょっと大きくて、で中にいるお魚さんがちっちゃいから、まあいっぱいね移動できるといいなと。あとこの辺の草とか、なんだろう、黒い粒と白い粒といろいろあるのがこの方たちにとっていいといいなっていう。ほらね、これちっちゃい方にとってはちょっと広いけど、あとは隠れる場所がねいっぱい、この岩の間に隠れれるのかな、あるといいなと思っております。セミラーは虫のセミラーなんで、ご覧のように背中がスクリーンの大きさを生かしたセミラーという名前が付けられています。解説の時間でございます。地図でご紹介することにしましょう。ご覧のように地球儀の太平洋北側、つまり日本の近海で暮らしているセミラーですね。実は泳ぐ速度が遅いことから捕鯨時代にはたくさん捕らえられてしまったことがあります。多分ここでカピバラさんや鳥さんが暮らすようです。でなんかね結構向こうの方までモリモリあったりするんで、で鳥さんね上飛べるんでね、あのまだねちょっと鳥さん裏で待機みたいですけど、鳥さんとかね来たらまたちょっと違う、鳥さんが自由に飛べるという選択肢があるお宅になる模様です。そしてカピちゃんもね居場所がいろいろあるお宅になりそうです。はい、ということで川水に行ってきました。まだねこれからのとこもいっぱいありましたけど、飼育員さんたちね頑張ってるんでね、あと一緒3人いましたんでね、ぜひぜひ皆さん応援してあげてください。ということでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。